こんにちはガンとたどるワイルドセブン。今回は灰になるまでその13回目です単行本で言うと通算35巻ですね灰になるまでの2巻こちらに入っておりますさて前回のおさらいですワイロ弁護士っていうね悪徳弁護士にねたどり着きましたワイルドははい でこの弁護士の、ね、手先になっってヒバを狙ったチンピラ。これヒバはもちろん見事にねはいパーンとね怪我させてと捕まえたんですけれどもその時にね所轄の警察署に横取りされてしまいまいす。でヒバたちはまた一事件片付けてその所轄署に行ってそのチンピラを尋問しようとしたんですけれどもその時すでにこの賄賂弁護士がですねそのチンピラをね保釈させていたと。 で、ヒバたちはねその賄賂弁護士のね、えー、住所等々を知りたがるんですけれども、えー、買収されてるんでしょうねこの所轄署はねはい掴みかかった親分を膝蹴り一発へ伸ばしたりねまあ腕っぷしもそれなりに悪党なりに立つわけですわでヒバたち困ってたところにそんな汚職まみれの警察の中にもねはい心ある真面目な経理の警察官がいてヒバにね ポロッと、ね、情報を漏らしてくれるわけですねこれによってヒバちゃんたち悪徳弁護士賄賂のところにね駆けつけることができたとところがどっこいそこにまたねその賄、ね、賂弁護士の事務所の前をね、えー、パトカーが塞いでいてそこにこの買収された所轄の警察署のお巡りたちが立ちはだかるわけですねさあヒバちゃん考えました 近所を走ってたね、ちょっとスピード違反のトラックを捕まえてはい、スピード違反を見逃してやる代わりにはい、パトカーに突っ込めとで、トレーラーをパトカーに突っ込ませるわけですねパトカーに突っ込んで乗り上げて斜めになったはい、トラックのトラックとかトレーラーの一番後ろにヒバちゃんをあいて、ね、ブワーンとバイクでジャンプして賄賂弁護士の事務所にガシャーンと入ってで ワイロ弁護士が保釈させたヒバを狙ったね、はい、体格のいいチンピラこれをもちろん跳ね飛ばしてでギャ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 ッと今止まってワイロ弁護士を追いいい詰めととしているところですはい、で今週付き合ってくれるのはね、えー、つい先日ハートフォードからね発売になりましたコルトトライトニングですねこれネッサンの低音の時にヒバちゃんこれに似たような銃使ってましたよね。 とということでそんなことも思い出しながら今回のお話入っていきたいと思います。賄賂弁護士はいきなり絶叫です。なぜかっていうとひばがギャ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 って入ってきたねバイクのねタイヤが賄賂弁護士の事務所の絨毯をバリバリに傷つけてます。賄、は、賂、い、弁護士その敷物は南米産で2900万もするんだぞ。 すごい金額ですね。この当時だったら楽に家が建ちますね。と、ヒバはね、例の,あの MC プロの時にも使ったあの扉を内側からロックする電子錠ってやつですね。はい。これで賄賂弁護士のこの事務所の部屋を施錠していきます。鍵を閉めていきます。外から入れないようにですね。当然閉め上げるためですね。で、絨毯の傷に文句を言う賄賂弁護士に対して、 どうせ悪徳役人から巻き上げたもんだろうとまたもらえばいいじゃねえかっていうと賄賂弁護士は「バカを言うんじゃないと」とこの絨毯は500年前にインディオたちが宇宙人からデザインを放置されて織り上げたという代物なんだということですねすごいですね宇宙人からデザインを授かってし、ね、織った織物を賄賂、えー、弁護士ははい 絨毯としてて敷いてるわけでで、すねね、ヒバは、ね、そんなことにね耳も貸さずに今度は1部屋1つのドアをロックしたらね次のドアまでね得意のバック、ね、ブーンとヒバのバックってバックできますよねそれで別のドアの方もガチャッと試乗してはい手をパンパンですねこれから締め上げるぞという形になってきましたそんな時ね表ではねヒバに指示されて パトカーのの上にに突っっ込んだトトレーラーーラ運転手がおまりに引っ張り引張出されてますパトカーを潰せって警官に命令されたんだというとねおまわりがねそんな警官がどこの世界にいるってんだっていうと運転手は上を指さしてトラックの上にうん上はいそうすると賄賂弁護士の、えー、事務所の窓が割れているのがわかるわけですねでこのね ポンコツ頭のおまわりたちも分かりましたヒバがねバイクで上から侵入したんだというでおまわりたちヒバを相手にもうすでに拳銃を抜いて階段を駆け上がっていきますそんな時ヒバはねはい部屋の隅に飾ってある一つのね土偶みたいなものに手を出しますね、はい、そうすると賄賂弁護士触るなとこれはインカの遺跡から発見された宇宙人の像なんだ っていうわけですよね。まあ、簡単に言うとこの賄賂弁護士っていうのは宇宙人関係の品マニアという感じですねで。部屋中にそれが飾ってあると賄賂弁護士ヒバからねそのね宇宙人の像を取り上げながらねこれを探すのにどんなに苦労したかっていうとヒバがね「わかるね」と「俺も探してる最中なんだ」と。 そこにいる雑魚に俺の命を狙わせた黒幕の大物をねっていうわけですねはいで賄賂弁護士は「そっさますぐここ出ていかんと後悔するぞ」と「私の友達には警察に影響力を持つ大物も多いんだ」っていうとヒバはね「俺に圧力は効かないよ」というわけですねそうするとね賄賂弁護士電話のね受話器を取りながら「そうかな」っていうわけですね はい、もう自信満々ですね。ところがヒバいきなりね、部屋にあるね、宇宙人の像みたいなものをね、ポーンと空中に放り入出しますそうすると賄賂弁護士マニアですから受話器をほったらかしてそのはい、宇宙人の像をね、ダイビングキャッチです。すば 牙もう弱点見抜きましたね。さあ黒幕の名前を思い出したかいなんて言いながらねまたね別の像をポーンと投げるわけです後ろ向きにそうするとワイル弁護士がそそそりゃ2500万もするへえとかって言いながらヒバまたポンポン投げますねそうするとワイル弁護士がね器用に取るんですわあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃ走ったりね滑り込みながらね とヒバはね「へえまるでアメラグみたいだぜおもしれえなさあ次行くよ」なんていうわけですねそんな時ねドアにどん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 警官たちが駆けつけたわけですね悪い警官たちですよ「はい賄賂さん大丈夫ですかい」なんていうわけですねよし鍵をかかってるみたいだぶち壊せってね警官たちが突入しようとすると賄賂弁護士の方から「やめろ」と「そのドアは宇宙人が書いた落書きがある貴重品なんだ」 っていうと警官たちね、すごすご引っ込んで、他の入り口探そうって行くわけですね。で、ヒバはね、えー、こうやって賄賂弁護士を殴りながら、宇宙人の解説より黒幕の名前に興味があるんだがね、ね、教えてくれないっていうわけですね。そうすると、ヒバのバイクに跳ね飛ばされて失神していた大男が、 ひっそりと息を吹き返して今またそいつもね宇宙人の像を右手に持ってねヒバの後ろに迫っていますでヒバの頭にね宇宙人の像をぶわって振り下ろした時にヒバはそれ当然感づいてますねはいパッと身をかわしてねその男をぶん投げるとそうするとぶん投げた先には また賄賂弁護士が大事にしているちょっと大きめな2メ1メートルぐらいあるのかな像にそのとこはぶつかって当然破壊男はね手に持った像を今度ブンと投げますヒバに向かってですよそのヒバはね首だけひょいと動かしてその像をかわすとその像は賄賂弁護士がさっきヒバに投げられて大事そうに抱えている別の像に直撃グワッシャ ワイド弁護士もう狂いそうですおお」なんて声を出してね「貴重な学術的資料貴様は!い」いきなりねひばのね腕を握ってこう言います何が聞きたいこいつのボスのことかああ言ってやる言ってやる喋ってやるって言うとねはいそのチンピラの男がびっくりします「そうそんな約束が違うぜ貴様には大金払って雇ってあるんだぞ」って言うとね賄賂弁護士もビービー泣いてます。 でかいつらできるほど払ってるのかよ。行ってやる、行ってやる、もう。っていうとね、ひばちゃん、ぷぷプ,プ,プって感じでね。はい。これ、聞き出せたんでしょうかね。場面はいきなり変わります。結構な土砂降りの雨の中、ヘボピーのバイクが走ってきます。例によって、後ろにタイヤをね、ぶわーっといっぱいつけてね。これ、メンバーたちのスペアタイヤなんですよね。まと、あのね、バイクはハーレーですけれどもね。 そうするとヒバがね、ここだヘボがね、えー、ヒバちゃんに近づきながら黒幕が分かったってああところがちょっと大物すぎてな7人1人かけてもきついぜっていうとヘボがねじゃあここに久々にワイルド全員集まって出動だなへへちょっとうれしそうですねでねヘボピーね ヒバに相手はボディーガードを何百人でも雇ってるのかとかって聞くんですよね。そうするとひばちゃんが人間なら何人だろうと驚きはしないんだがね。というとっていうところではいページの半分ぐらいを使って大きなワニが口を開けています。つまり賄賂弁護士から聞き出した黒幕マカにつながる1人の まあ男、まあ、どうせこいつも悪いやつだろうけれどもその家には大きなワニがいっぱい飼われてるんですねつまりヒバたちはその男にたどり着くためにこの番犬ならぬ番ワニをクリアしなければならないということですまた新展開ですね以前ねあの地獄の神話の時でしたっけ、まあ、サメとかね あとピラニアとかねいろいろとね、えー、動物たちにねちょっとあと例えばネッサの帝王では牛とかねそういうのにね苦労させられてきたヒバですけれどもね今回はワニですねはいということで続きはまた来週となります <laughs> 失礼ワニといえばですねこの間あのミュージカル映画でシング・フォー・ミー・ライルでしたっけワニが歌い踊るね いいい映画見ままししたたねもう泣けましたはい、ああいう映画がねいいですね本当に映画ってネタが尽きないですよねもうね見れば見るほど面白い映画に巡り合えるということでね毎週毎週楽しいそれと同じようにねワイルドセブンもねもう何回も何回も読み直してる劇画なのにこうやってね皆さんにご紹介しながらまたじっくり読むとね 細かいカットとかねそういうところで新しい発見がいっぱいあって当時はね別にこの輪に見ても怖くないじゃんワイルドだったらと思ったんですけれども今回望月先生が描かれた絵を見るとねこの輪にマジで怖いですわ <laughs>、はいねね。ということで「えー、ガンとたどるワイルドセブン」今回は「灰になるまで」その第13回目でした。 よろしければまた来週お耳にかかりたいと思いますではまた